河合貞一河合貞一河合貞一昭和30年6月19日は明治から昭和初期にかけての哲学者、文学博士、慶應義塾大学名誉教授、美濃国安八郡生まれ、明治25年に第1回卒業生として慶應義塾大学部文学科を卒業する。新潟県尋常師範学校教授を経て、明治29年より慶應義塾大学部文学科の教授となる。明治31年に慶應義塾が行った第1回のドイツ留学生として選抜され、日本最初の海外留学生としてヴィルヘルム・ブントの心理学研究室に客員として入室を許された。哲学、教育学及び心理学を研究し、明治36年に帰国。明治43年に文学科主任、大正6年に文学科学長となる。大学令により、大正9年に新発足した文学部の学部長となり、余夏教授、普通部主任、慶應義塾大学アジア研究所顧問を兼任。昭和3年に文学博士となり、文部省国民精神文化研究所の晃らじ嘱託として聘される。墓所は小平霊園。慶應義塾150年史資料集。編纂委員会編、慶應義塾150年史資料集、第2巻慶應義塾、2016年、382ページ。ありがとうございます。